はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、円卓サクチャルですね。今回は野手でやっていこうと思います。で、デッキの編成なんですけれども、とりあえずですね、とりあえず夜当たりジョージがついてんじゃん。で、とりあえずまずパーセンテージがね、多くなるように今回は組んできました。なので得意練習については5種類で、女の小指キャラについては4人入れてます。あとは特攻2と特攻3で、組めるような感じで編成をしてます。で、 PSR プランゴロツノちゃんをお借りすることができましたので入れてますというところですね。まあ、この編成だとね、筋力が全然稼げないんで、一応筋力タックはいるんですけれども、ルナちゃん自体はね、得意練習変化球なんで筋力マスが出ないということで、圧倒的筋力不足にはなろうかと思います。まあ、試合はね、なるべく経験点稼いでいきたいんでね。で、最初どうしよう、練習が微妙すぎるな。打撃でもやっとくか。守備レベルはね、どんどん上げていきたいんだよね。打撃はね、最初の方結構4になるのかな。モード君もいたりするんで、で、ツノちゃんは評価上げていきましょう。お、パワーヒッターいいね。で、二股になるんで、一応サンタ、サナちゃんも彼女キャラなんで。で、あとは人。人をちょっとまずは調達しよう。ここだな。体力1減るのか。体力1減るけど、ここ4人か。コツ1。そうだね。そうだね。まあでも、小村ちゃんと、モード君がいるのか。まあいいや。5だったらしょうがない。ちょっと人を選ぼう今回は。まあ、サンタサナちゃんはね、もともと投手なんで、そんな頻繁に評価を上げる機会はないと思うんで、まあぼちぼちですね。で、最初は2回やるとあれが出るんだよね。なんだっけ、名前が出てこないけど、異物のイベント、2回終わった後が、2回終わった後に異物が出てくるということになってるんで、まあ、最初は2回やっておいて、で、ただモード君がいるんで、エピック1はちょっとここで掴んでおきたい。筋力、メンタル、勧誘的に言うとメンタルの方だな。で、ここ掴みます。これで異物、で、イベントはまあ基本的に全然進めていっちゃっていいと思うんで、編成的にはね、前4なんですよ。前4ではあるんだけど、まあ、こなせない数じゃないんで。で、清掃いきます。で、さらにあとはツノちゃんの評価も上げていかないといけないんで、ここ結構いいな。3人組めるね。3人組めるんだけどな。4人回収するか。ほい。まあ、ちょっと回復しつつ、まあ、あとはね、どれだけ聖杯イベントが来るかっていうところと、どれだけまとめて回収できるかっていうところがかかってくるんで、ここツノちゃんいますか。さよなら男で、左上をじゃあ3に上げていこう。これはな、上にしよう。いや、すげえいけんな。で、メンタル、モード君がもういけるか。パワーヒッターはまあ別に5でもいいか。最悪来たとして、かく乱。あー、これどうしようかな。ちょっとモテモテが欲しいは欲しい。ダメか。で、町の清掃が終わったんで、これはまあ安定の下。ちょっと体力は満タンだけれども、で、エピックは異物担当手に入れて、で、2つ終わっているんで、これ取って金徳が出てくれれば結構嬉しいんだけど。お、あれ、異物盛り
あ、違う違う、そうだそうだ、2つだ。ごめんね、なんかごっちゃになっちゃって。2つ終わって異物が出て、異物が2つ終わると金徳が出るんだ。だからこれもやっとかなきゃいけない。あ、剣だ。で、メンタル、まあ、どうせだったら、まあ、いや、育てたいな、育てたいは育てたいんだよな。さなちゃん3か、どうしよっかな。いや、メンタル1か、1は1つ取っておきたいんだよね、いずれにせよ。進むとどうなる ?4 だとやる気が下がるところだし、3だとまあスカウトさん、ホムラちゃんっていうところか、まあ、体力的にも、いや、メンタルやろう。まあ、これは何がいいんだろうね。かばっておくか。さて、あとはまた進めつつといったところになって、つのちゃんはとりあえず乗ったんで進んでいこう。本当は守備をね上げていきたいからね。まあ、ルナちゃんの評価も上がるし、2だし1人勧誘できるし、ちょっと待って、エピック的には大丈夫だよね。ちょっと守備連を上げていこう。守備をまず3にして、かつホムラちゃんのクリスマスイベントで4にして、なるべく回収率を上げたいんだよね。まあ、得意しかばらけてるからね。で、どうすっかな。じゃあここ進んでいくか。ちょっと守備を見つつ、ルナちゃんか、2で回収か、やるか。お、やる気が上がった。これ太陽、太陽ってね結構やる気が上がるんだよね確か。ほら2上がった。で、メンタル、まあ体力もないしやっとくか。で、左上はちょっと3まで鍛えるんでちょっと置いときます。で、異物がもう2回終わってるんで、1でね金徳が出てくれると嬉しいんだけど。小村ちゃんのイベント、サンタさん、てかつのちゃんの告白がまだ来てないな。あ、これはこれでまあ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 、どうしようか。2、いや、こっちだね。ルナちゃんってコツ何持ってたっけ。打球伸びとか持ってんだ。餅つきバトルの最後って回復したっけ。回復したよね確か。まあ、円卓はね体力を高めに保っておかないと、練習がねいざという時にできないんで。お、来た来た来た、よし告白。で、これでさらに体力も回復するんでマックスだな。 OK、 ミートが2上がった、間違えた。ミート上げていくか。で、で、で、でよ、ヒピックがすっげえ並んでんな。これ回収してさ金徳が出てくれるとありがたいんだけどな。ちょっとやってみるか。超お宝探し、よし。で、次これ、まあ、経験点も手に入るんで。あー、ちょっと待ってね、レベルはだから上げていきたいのよ。レベルは上げていきたいんで、守備で、やることないときはデートだね。もうここは。で、ルナちゃんも進めていきます。で、守備が来てはいるんだけど、11% か。11% か。ちょっと、つのちゃんデートしちゃいましょう。で、2周で練習して3周どうするかだな。最悪2周もデートして、3
3周練習して、おこれコンボだ。こっちサナちゃん評価を上げる。あ結構経験点もくれるね。さてそこからコツ、コツってさ、なんか掴む必要ある？よくわかんないけど、別にコツのレベルは上げる必要ないからね。あメンタルがいけるな。とはいえ1だからな、1なんだよね。ちょっとデートしちゃおう。で体力をマックスにする。でここは別にコツとかはいらないんで買わない。自腹を切れ。高校生なんだからそんな金は持ってない。矢部くんを追いかける。こうやってやる気とか下がんの？あ下がらない。でここはまあどっちでもいいや。経験点は変わんないんだっけ。体力の回復量が違うんじゃなかったっけ。でサンタさんは守備でいきます。でよしいいね守備いいねって別にレベルが上がってるわけじゃないんだよそこまででもなかった。よくよく思えばあのやる気の3は回収したいよな。で初詣ここも PSR プラゴなんでいいね。経験点頼む。ここで大吉。よしでかい。あ連打がつかめるんだ。ついてるか。まあまあまあ別にいいやで筋力1か。これは回収しとこう。ほい。あれ俺なんかエピック取っちゃったっけ。なんか焦っちゃったな。なんでここでまだ2なんだ。まあいいやレベル上げてこう。ちょっと進んでいくか。じゃあここは進みを優先しよう。えちょっと待ってちょっと待って、なんか分かんなくなってきた。ここら辺ですでに3になってるはずなんだけどな。エピックレベルが。どんどん進んでいくか。あの左のエピックは回収したいからね。3でいいのがないな。ちょっとデートしよう。サナちゃん告白のあれには乗ってるよね。もうさすがに告白待ちか。あ体力回復量も上がってんだっけ。いやいいね経験点いいね。ちょっと待ってね、もうどんどん進んでいこう。ここはここもうまくいけばアーサーが来てくれればまあいいか。割とこのイベントいいよね。でミニスカが終わりましたと。で3でいくか。じゃあ3だったら守備連だよね。守備のレベルをもう1上げたい。そろそろ上がってくれていいんだけどな。よし上がった。でバレンタインでまた体力がマックスになりますと。さてそこから3か。そうすると3の練習でエピック3を回収する。その前にさばいとこう。ちょっと筋力さばこう。で臨床技術精神が余ってるから、じゃあこれ B いくらにしとく。はい、で3で回収。これで聖杯が来てくれれば OK。 とりあえず聖杯系円卓の秘密で秘密をやります。レンタクルスのレベルを上げている間に上げている間にだな。
3で3を回収しよう。もう3のやつは回収しちゃうべきだよね。で自然体にして、これは体力が回復して、であとは4オールが取れるね。ここも回収して、でちょっと体力がなくて、ただこれ上にすると真帆ちゃんが出てきてくれれば体力が回復する。 OK で回転まではもうちょっとかかるね。回転までもうちょっとかかるからデートをしておこう。サナちゃん告白が来ないとちょっと、つのちゃんのデートを完走する前にサナちゃんのデートを進めておきたいんだよな。じゃあまたミートあげとく。1か2か、これはちょっと取っときたいな。どうしようかな。まあ一回1進めるか。デートすらちょっと今もったいないからな。よしこれで OK です。次左の3を回収する。4、うわ4じゃ無理か。ってことは2、違う違う違う3か。いやでも左下の3取りてえな。一回様子見るか。もうデートでしょうがない。つのちゃん終わらしちゃったけど、井戸端が来るとねきついんだよな。デートが終わっちゃってると、これねどっちでもいいや。下来ない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 。いやもう進めるか。あんまり進めないのもねちょっとまずいんで。いやタックが来ないね。タックが来ないんで、まあ、ただやるしかない。ガチでやるしかないんで、ほい聖杯円卓の秘密。うん、まあまあまあサボり癖になるとマジこの高校終わるからな。開けてみよう。マトリオシカってさなんか結構嫌なやつじゃなかったっけ。ほらデビックエンタクルスレベルを上げます。えどうするよこれ。回収するか。ほい、で聖杯。ああもはやあれすら来ない。であとはじゃ3の方も回収していきたいんで、ちょっと練習していきますか。ほいっとパワーヒッター、珍しい。でメンタルで回収の、正直もうタックが来たら次の左下のエピックは回収しちゃってもいいな。時期が時期なんで。あれ俺何だったっけ。いやよくわかんない。やる気もそんなないし。で敏捷ポイント少しさばいて、肩なんとなくいいにしとこう。オッケー。円卓はね本当にどれだけまとめて回収できるかっていうのも重要だからね。レベルを上げるのはもちろんだけど、レベルを上げたものをどれだけ効率よく回収できるかで全然違ってくるからね。なんか経験って結構良かったな。あやる気上がった。なんか知んないけど、よし行くぜ。4
ほら。で、これをやる人数もまだ余ってるんで大丈夫でしょう。あれ？なんだ？ 2 つ？ちょうど同じタイミングだった。で、ピックで、エンタクスのレベルを上げつつ、これもやる。で、メンタルで回復しつつ、もうこれどん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 回収していこう。サナちゃん、マジで来ないんだけど、ムードとか、いらねえ。めちゃくちゃ掴んだ。これ何がいい？猛毒。ささやき破り。これ2回目か。じゃあちょっと挑発つかも、かく乱もつかも、情熱エールもつかも。下からちょっと見ていくか。エアシスト、打球の尾はまあ取っておこう。インコース、帳尻合わせ、プレッシャーなホーム刺繍、主食にもいいや。ムード、さよなら、ホーム突入、ヘッスラ、意外性、粘り、あ、こんなもんかな。では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 、ちょっとでも稼いでいきますと。よし、練習。お、いいねいいねいいねって言っても1回、まあ、進むだけ進もう。え、じゃあさ、なんか回復しとくのはありじゃない？練習に備えて。で、聖杯探索。あとはもうガチでやるだけだ。回収を進めるだけだ。2、少しでもちょっと稼いときます。てかさ、サナちゃんマジで来ないんだけどなんなん。いや、一応成功した。やった。うわー、回収不可能だ。ちょっと待って、え、マジで待って、これどうする。ここでタックが来なかったの超痛いんだけど。いや、街の清掃とかも全然無理だしね。え、マジやることねえんだけど、本当にやることがない。1も進んだってしょうがないからね。じゃあデート、なんかからデートするか。いや、ここでだからサナちゃんがいないのがイカれてんだよ。遊園地にしよう。ほとんど行かないけど、ジェットコースター精神10か。タック、よし、4。ちょっと待って、守備力上げよう。で、ここから回収します。お、今さらデートならいいよ。でタックがないね。タックがないし、まあ、あんまり回収する経験ってもないんで、じゃあもうずっとデートしよう、サナちゃんと。最後のエピログ経験点のためにね、デートしていきます。うん、デート経験点もまあそもそも悪くないしね。聖杯調べる。聖杯ってさ、そんな簡単に壊れるんだね。そういえばパリーンってガラスみたい何でできてんだろう、素材。うん、特にタッグとか来てるわけじゃないんで、もうずっとデート。いいね、サラちゃんはまあデートの経験点もね全然悪くないしね。あ、
とここ勝たないとね。マジでパワーはとりあえず最低 C やればなんとかなる。パワーヒタとっとこう。せっかく5まで掴んだんだ。で総力意外にある、精神も意外にある、てかめっちゃあるな。はい、まあ相良さんのねユニフォームバージョンが来れば補給上限アップがついてるんで、さらに査定値の強い選手が作れるんだけど、順番的にはまあどうなるんだろうね。いけ、ホームラン打てなかった。あと一応こう控えてるのがなんていうの、一応あ、そっか、次強化聖堂が来るのか。強化聖堂が来れば東条でしょ。で東条って、東条って聖堂高校の東条くんね。守備上限アップだっけ持ってたの。佐伯さんとかなんか結構出し惜しみしてきそうだな、そう考えると。聖堂キャラクターのね、今メインで出てる人たちの一応イベント強化はあるんですけど、別バージョン出してほしいよね。あれって多分1年生の時の能力じゃないですか。で今沢村とかって2年じゃないですか、2年の夏じゃないですか。それ用のね別バージョンをちょっと作ってもらえるとかなり嬉しいんだけどなと。一応見とくか。筋力1だったらデートしよう。タックが重なることはないんで基本的に、まあ、精神がねサナちゃんとモード組んで重なるかもしれないんだけど、他はねダブルタックっていうのはないんで、まあ、デート中心でいいでしょう。とりあえず4回目までいけばエピログ経験点マックスっていうのは確定するんだっけ。ほい、まあ、パワーは C が限界だなこれ。なんとなく肩 D にしとこう。なんかある、あと満塁男安、魔術師安い、連打リベンジ、ささやき破り、打球のみとっとこう。パワーが若干低いからね、少しでも打球を伸ばす。お待たせいたしました。ゲー1点取られてる。ツーアウトランナーなしという場面で今津投げました。行くか、よし、3点とか。マジかよ。ノーアウトランナー一塁という場面で今津第2球、ここはマストで取る。でもまだビハインドだからな、ここもマストで取っとかないとな。塁に人がいないっていうのが、あれ広角打法はないんだよね。よし、なんかしんないけどめっちゃ打ってるぞ。点も取られるけど点も取ってる。意外に円卓って点取られるからね、アーサーが。絶対的な信頼はない、残念ながら。こんな時に喧嘩すんなよ。まあいいけどさ、デートしてうさばらしするから。あれサナちゃんってさ野手だと何、ヒゲだヒゲ、骨格打法くれんだよね。よし、3じゃあ取っとこう。ほい、ここでタックがないのもなんかな。何がいいんだ、人がいないそもそも。じゃあ守備、パワー無理だね。まあとはねエピログ経験点がてんこ盛りなんでこの編成は。お待たせいたしました。おい、何なのこの、このさ1回に失点する機会とさ9回に失点する機会がすげえ高い気がするんだけど、その全体的に。4回の裏円卓攻撃に入ります。この回のトップバッターは今津。待て、これはちょっとスプリットは手を出さない。
1球目ストライクから第2球投げました。いやどうだ、ちょっと大丈夫か。おお、4失点か。平均4失点されると本当きついんだよね。もう失点されたら無理よ。よし、ここで逆転。まだ周遊だ。ピッチャー誰か知んないけど、よし、ランスロットか。そういやランスロットって35固有だったよね。でも解放すれば解放するほどあの強くなるテーブルなんで、まあ40とかにして使いたいはある。で、みやびちゃんってなんだっけ、コツ意外性取った、魔術師取った、逆境取ってないのか。逆境取れば経験点に換算されるんで、逆境は取っちゃいますか。じゃあぽい経験点プリーズ、ありがとうございます。ちょっとでも稼いでたブンブ、まあ、今回はバッターだけどね。そういや今週のスペシャルウィークってさ、部だよね、部なんでって思うけど。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で打ちました。まあ、ここ球速が遅いからね、変化球を多用したとしても、まあ、なんとか対応はできる。この回の先頭バッターは今津、打ちました。対応できるとか言っておいて、球種は分かったけど打てなかった。円卓攻撃に入ります。トップバッターは今津、投げました。これはいい当たりだ。オッケーオッケーオッケー。8回の裏、もう1点欲しい。攻撃に入ります。この回のトップバッターは今、本当に不安。今日はチームの全打点を叩き出しています。第2球投げた。ほらストレート投げてきたか。149キロ、ブンブンにしては速いな。投げた。ゲー抜けた。危ね。アーサーは投げ切ったか。まあ、最悪甲子園の決勝まで行ってくれたからな。で最後タック取るか、こっちを取るか。小村ちゃんもちょっとコツが多くて分かんねえんだよな。チャンス取ってねえし、固め内野安打、いぶし銀もか。掴めるかって言ったらちょっと怪しいよね。チャンス、いぶし銀がかなり怪しい。いぶし銀って取れねえ、精神が足らんわ。呼吸100まで上げるんじゃなかった。じゃあみやびちゃんがいるから、まあまあ乗ってんな。これで47、こっちでうまくすれば経験点をくれるかもしれない。それにかけよう、コツ。固め打ちも取ってなかったのか。あ、そうだ、モード君こっちにいるからダブルタックも何もあったもんじゃなかったわ。臨床ポイントがあるね。勝った、あ間違えてた、勝ってあげとこう。ほい、3点。まあいいや、もう危ない球を投げ送って、第2球投げた、見送ってストライク。あんまり落ちないんだね。ゲー出た、チェンジアップ、完全に翻弄されてんな。よーし、若干の振り遅れ感はあったけど。4回の裏、円卓攻撃に入ります。先頭バッターは今津、投げた、チェンジアップはボール。まずはチェンジアップ対応できればね、第2球割とホームランボールなんだけど、投げました。対応がそもそもできないっていう。満塁、満塁男の力を見せる時が来た。スライダーか、割とチャンスボールではあるんだけど、コースは厳しい。もう第3球を投げました。危ない、
第4球を投げました。エルバーでストライク。イービルアイ。第5球投げました。うわストレート。ちょっと満塁男の名を返上しなければいけないか。変わってるし。トップバッターは今津。今日3打点を挙げています。打ったこれは強烈。いった。入った。まあ試合に勝てば全てよし。どうなの経験点的には。スカウトさん評価めっちゃ上がるな。一応ねトゥルーエンドなんで最後に経験点ちょろっともらえるんで。あとはエピローグ経験点。まずはドラフト1位。これは完全に世渡り上手のおかげだな。まずサナちゃんでしょ。くれます。卓球伸びくれんだ。知らなかった。いやいいね。スノちゃん PSR プラゴめちゃでかい。でホムラちゃんもくれます。クナちゃんもくれます。で最後に経験点ちょろっとくれます。という感じで、いくつ ?1 万か。まあ1万。まあ一つの目標ではあったからね、1万。まあ乗りましたということで。で、しかもボーナスは高めに組んでるんで、ちょっと待って、ノーフーカップ一応しとく?経験点すっげえあるな。最後のエピローグ経験点がめっちゃ効いてるから、じゃなんとなくあんまり意味はないけど、ちょコツを、とりあえずコツ掴んだやつを、もう見ないで取ってきます。エースキラー。ローボールヒッター切り込み隊長代打。そんなもん。じゃあはい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 適当取り。はい。いや余ってんな。ダッキーボーイ敏捷技術がすんげえ余ってんな。あもう取れねえわ。いいや、もう名前とかもどうでもいいんで。うん、まあ査定もね別にどうでもいいんで。でちなみにこれ初選手で本当にあの1人目ですね。ちょっと見ていきますか。まあ、総経験点はだから1万でしょ。でまだ初日なんでね、初日のね23時です今。で 40% の 40% の上限解放ボーナスがまあちょっと微妙なんでね、一応 PSR ではまあ揃えてはあるんですけど、さすがに PSR になると解放がちょっときついんで、一応暫定274位というところですね。これパシャッと取っとこう。まあ、初日でこれだからね。まあ、あとは更新またできるかっていうところもあるんですけど、投手でやるとさ、女の子イベキャラ4人って入れられるのかな。割と男が多かったよね。特攻さんが結構男性が多かった気がするんで、ボーナスがね減っちゃうとどうしても厳しいところはあるんですけど、まあ、投手の方もね、やってはいきたいと思います。野手は多分この編成が俺の中のベストですということで、とりあえずは経験点1番越すことができましたということで、作者で、まあ、ランスロットはね、配布で1枚くれるんで、まあ、配布っていうか、まあ、それなりの、それなりでもないか、あのスコア出せば1枚くれるんで、一応35で固有はつくキャラではあるんですけれども、解放するとねタックのパーセンテージとか、練習経験点アップとかがついていくんで、まあ、回収すれば、回収じゃない、解放すれば、まあ、強くなる選手なんでね、まあ、できれば、まあ、ランキング上位を入って、解放を進めていきたいというのはありますというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。